今日はファンキー Z レーシングさん主催の宝塚北パーキングの夜会へ向かっております。りょうたくんと川崎くんと僕と3人で向かっています。前見えてきましたが宝塚のパーキングです。ここのパーキングは夜でもね、LED の照明ですごく明るくて集まりやすいですよね。で、今年最後の夜会ということで参加しました。ますます気温が下がってきましてね、夜は冷え込んできましたんでね、この辺は道中凍結とかね、その辺の恐れもありますんで、まあ今月ぐらいが、限界というのは限界ですかね。まあ来年までちょっと寂しくなりますけども、まあちょっと今日は目いっぱい楽しもうかと思います。夜でも結構集まられるんでワクワクします。で、私事ですがシングルシート今回はね外しての参加になります。やっぱりね、シングルシートをね、つけたり外したり、いろいろといろんなバージョンを楽しもうかと思いましてね、ネジ3本とか4本とかで取り外しも15分ぐらいできますんで、というわけで今日はシングルシート外したような状態での参加になります。到着です。ね、今日もね、結構集まられてまして、すごい台数ですね。到着。いつもね、誘導ありがとうございます。で、最前列はやはりファンキー Z レーシングの車両が並んでるかと思います。Z は渋いですね。 Z は渋いな。で、一眼レフにね、変わりましたんで結構夜でも綺麗に映りますね。かっちょいいな。皆さんね、すごいピカピカでこの辺のためにね、手入れされてきたと思いますね。妙にピカピカです。この LED ライトというのがね、やっぱりすごい撮影しててもね、綺麗に撮れますんでいい感じだと思います。まあでも結構寒くてね、もうこの時間は11時、10時ぐらいですかね。まあまあ寒かったですけど、まあでもみんなね楽しそうにね過ごしてましたし、僕も楽しい時間を送れました。おっと、僕の CBX 隣に Z1R が止まってます。やばいですね、こんな渋いバイクが僕の隣に止まるなんて。ちょっと僕のバイクの存在感がなくなっちゃいますよね。激渋。CX ですね、すいません。皆さん綺麗にしておられます。これ男のクオリティなんじゃないの。さすがにこっちからやったら結構やったマフラーが勝ち上げになってますね。スペシャル勝ち上げですね、 ZRX。 この勝ち上げはね、ビクスクでもね、見ない珍しいぐらいの勝ち上げマフラーになってますね。見たことない。めっちゃいかついですね。このビクスクはすごいマフラーが多くてかっこよかったです。僕もビクスクは結構好きなんで、コマジェをカスタムしてますけど、こんな感じでみんなとワイワイ言いながら楽しい夜会を過ごせました。ファンキー Z レーシングさん、いつもありがとうございます。楽しい時間を過ごさせていただきました。で、震災のね、支援活動をされてまして、もちろんそちらの方の募金活動もやらさせていただきました。
ありがとうございます。何かの役に立てばいいなと思います。こんな感じの動画になりましたけども、ご視聴の方ありがとうございました。